はい、おかえりお疲れ、こんばんは、マチコでございます。さあ今日はですね、にじゅうちゃんのバーニングアップティーザー3が出たということで、こちらね、以前の2つも見たんでね、止め見したんで、はい、3、はい、こちら後の3人見ていきたいと思います。スタート。いいね、いいね、早速いいね。はい、スタートします。おい、マチコバンド。カチューシャか。カチューシャかな。白い。いいね、白ね。白いね。やっぱ白いいね。似合うね。あやかちゃんといえば白ですからね。いいですわ。ねえ、大きなあれは真珠ですか。はい。ねえ、パールの。パールのね、はい、イヤリング。腕カバーしてね。はーはーはー、よろしわ。キキキリンさんのやつね、あるね。うん、そういう方にかわからんち。あー、かわいいな、やっぱ。かわいい。わー、お前かー。もうこれ、一つ縛りちょいとずらしたらしい。そうやね、ちょいとずらし一つ縛りたらしい。そうやね、そうやね。ちょいとずらし一つ縛りたらしい。ちょいとずらしから始めた方がいいかな。あ、いいですね。あー、大きな襟で。あ、これもまたこれ。オスカー感。ね、ありますわ。よろしわ。よろしわ。はい。あ、いい笑顔。かわいい。いい笑顔ですわ。もう。かわいいね、この笑顔がね。いいですね。あ、よろしわ、ね、これ、うん、切手にしてほしいわ、これ。使うのもったいないな。あ、送りつけたいわ。うん、で、有馬ちゃんを。今ちゃんはこれもちょっとなんか暖炉の火を見るみたいな感じのね。うん。あ、こっち見た。いいね。キッと見たね。キッと見たね。よろしわ。うん。あ、なんかいい笑顔。いいね。ちょっとニーって笑って、うん、一回口閉じて、でまた笑う。ああ、もう一瞬やな。一瞬やな、これ。短い。いいね。いいね。綺麗。綺麗綺麗。本当に綺麗です。綺麗な。みんな綺麗な。ほんまに。うん、うわ、新報、新報やな。あやかな、あやか新報で、きれいわ、きれい、わいいな、この髪型の注射してるだけでもなんか可愛いな、ほんまに。なあ、これうちわになってんのかな。あ、急に星になっていたな。あやかのうちわ。あやかのうちわ。このバージョン。そう。オールうちわがなかなか手に入れられなくて。ね、すぐそれだ。再販売り切れ、再販売り切れを繰り返して。あ、出てるー言って。うん、じゃ、これ、もうとりあえずこれ買うけど、なんか、一緒についでになんかまた買おうって言うてるうちに、またソールドアウト。そうそうそう、そうやん。それの繰り返しよ。そうやん、もうちょっと。だから、何買うかもうすでに決めといて、出たらすぐババワって押してバッて買うな。そう、そうしとかんと。うん、ね。あとはもう現地調達な。そうね。現地であるかないかどうか。うん。あるかないかどうか。あるかないかどうか。あるかないかどうか。うん、これにかけるしかないっていうの。まゆかもいいよ、この、ね、また笑顔。はぁ。いいね、この、ね。なぁ、やっぱなぁ、うん。うん。で、リマちゃんのこれ。うん。いや、切ってみんな、ね、いいね、切ってみて、うん、ね、ニコってしてくれるね、はいはい、うん、よろしいわ、最後の3人もよろしいわ、よかったね、うん、これなんかちょっと巷ではさ、この3つに分かれてね、うん、3人3人でこれティーザー出ましたけれども、うん、もしかしてドームツアーの中でこれユニットもこの構成で分かれるんじゃないかなみたいな。あ、ね、考察してる方々もいらっしゃいますけども。うん、考察するのも楽しいもんね。まあね、まあね。うん、ただ、ボーカル、そうなった時に、ボーカルが、まあ、本来だと3組に分かれた方が良かったかなっていう気もするのね。どういうこと？ティーザー1はニーナちゃんがいたでしょ？うん。うん。で、ティーザー2にリクとミーヒがいたやんか。あ、そっか、そっか、うん。そうだね。そうそうそう。で、ラップチームも、こう、分かれた方が良かったかもしれんし、とか思いつつ、ね、でも、まあ、あるかもしれんよ。あるかもしれんね。うん、どういうことになるのか分かんないけど。分かりませんけれども。なんか、うまいことね。なんかやりはるん、なんかするかもしれんけども、ね、まあ、そう、まあまあ、どうか分からない、ということで、ね。まあね、そういうことを、やいや言いながら、ね。どうも、まで、こう、迎えるのが楽しいなっていうことですよね。そして、オールっていうのが出た。オール。見てないんちゃう？何それ、見てない。見てないでしょ、これ。見てないです、うん。ティーザーオールが出たのよ。うん。私もさっき気がついて。これちょっと見ていきましょう。
あ、ほら。ゴーテンティティポン、ゴーテンティポン。水ボン。うん。そうそうそう。そうの、まこちゃん、切れないこれ。わ、なんかちょっと。こっちの衣装バージョンも見れるんや。すごい黒やで、黒。これ好きやね。うん、こっちの衣装も好きやね。これヘアスタイルいいよね、このまこちゃんね。いいね、なんか。うん、なんかもうこう、あのアクセサリーもね、ちょっと大人っぽいところ、なんか、あの、カジノ、カジノっていう。私はかけるわよっていう、なんか。いいやん。私にかけるのあなたどうすんのみたいな。かっこいい。あ、かっこいい、まこちゃん。かっこいいね。いいですね。あ、リオちゃんですよ。ほら、ほら、リオちゃん赤やん。うん。で、ちょっとチラッとこっち、キュッて見てから。あった、一緒やな、こっち見てんの。難しいな。これ、あ、いいね、これ。こっちキュッと見るリオちゃんね。いいね、いいね。で、ピッとまた目をそらしてるか。あ、熱ないのそのシャンデリア。ねえ。よいしょ。あ、おー、そう、こっちの角度もあった。綺麗。いいね。いいね。はい。あ、まやちゃん。まやちゃん。おい。まやちゃん。びっくりするわ、もう。うわ。びっくりするわ、まやちゃんはもう。大人っぽい、まやちゃん。大人っぽいわ、もう。いや、こっち見て。いや。こっち見て。まやちゃん。じゃあ、モキ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 でごいいね。よろしくお願いします。よっとりくん。うわ、すごいな。ちょっと、なにこれ。リク、やばい。リクちゃんやばい。バイヤーですね、バイヤー。バイヤーってない。バイヤー、やばい、バイヤー。あそこなんか星の星座みたいになってんの。なんか、え、コグマ座とかなんかこう、ちょっと見たりして、わ、知らんし、私、そんな星座分かれへんし、北斗一星ではないのはもう確かっていうぐらいか。かあ、すごい、いいね。かわいい。かわいい。あ、そして綾香、おぉ。この綾香がすごい綺麗。ちょっとまた雰囲気ちゃうな、ちょっとうっすら前髪が。あるようなないような、そうそう、うっすら前髪にして、ね、で一つ縛り垂らしで、もうね、なんか情熱のスパニッシュみたいな、なんかそのちょっとボンボンっていうね、なんかフラメンコみたいな感じ、そうフラメンチックなね、あやかっていう、また珍しい、ちょっと雰囲気ちゃうやんこれ、綺麗、さっきとはまた、うん、うんって言うて、そしてマイカー、いいね、マイカちゃん、お、お、マイカちゃん、きなダイヤモンドも、お。うわあ、早いね。ちょっと早かったわ、マイカは。黒か、黒のシースルー。黒のシースルー。うわ、そして首にはもう鎖チックな。ね、ね、いいね。似合うわ。似合うわ、なんかちょっとハードな、ちょっとハードな表情。いや、そしてリマちゃん、うわお。リマちゃん。いいね。いいね、この髪型にピアス。うん、なんか似合ってる。ピチッとしたね、なんか。うわお。きなイヤリング似合ってんな、これ。そうそう、赤の。赤のな。やっぱ赤やね、リマちゃんね。うん。これは、ハーフアップなんの？いや。ポニーテールですか、もうこれはね。いいな。すごいいいよね、この全上げポニーテールが一番似合う。何あのまつげ。ブリーンってなってるやん。天然のブリーン。眉毛に刺さらんばかりの、これ。すごいな、リマちゃん。うわー、表情がいいね。ゴージャス。ですわ、ほんま、まさに、本当に。いいですね、これね。ちょっと上クイッて。綺麗なうなじ。綺麗です。うん、うわあ、いいね、この角度。いい、これいい。鼻筋も。これ、絵はがきにしてほしいわ。耳いいね。耳、耳よし。うん、私が好きな形。アイミーヒです。ミーヒちゃん来ましたよ。ミーヒちゃんもちょっとハードな格好してるよ。そうやな、ちょっとな。うん。ヘアスタイルもその、あの、あんま可愛い可愛いじゃなくて。ちょっとね。うん、で、ちょっと、んふんって。ミヒミヒって笑って。ミヒミヒって笑って。あ、でもちょっとここでミヒちゃんが出ちゃったね。可愛い感じがね。あ、早いわ。ニーナー。ニーナー来た。うわ、出た。もう社交界。ニーナは。ニーナはもう社交界。どちらの王室の方ですか？なんかこんなさ、非現実的な感じのところにいても全然違和感ない。ないな、ニーナちゃんって。ないですよ。全然ないですよ。ここから飛び出してきたみたいな感じ。すごいね。ああ、という感じ。早いね。いや、この赤バージョンもよかった、よかった、よかった。ね、見れましたわ。よかったです。はい。
まあまあまあ本当にもう直前ね、どうも、うん、直前ということで、はい、皆さんももう大いに盛り上がっているかと思いますけれども ね本当に、どんどんもうどんどん盛り上がっていきましょう盛り上がっていきましょう、ね、もうどんどん盛り上がっていきましょう、まあ、だから土曜日日曜日ですよ、はい、今週の、はい、見に行った方が、うん、多分こう瀬取りとかをまた詳しいことをお話ししてくれるのを私たちはもう 1ヶ月あるから見ます見るよ見ますね、うん、見るよ。なんやったらもう土曜日行ってたお瀬取りがポンって上がった時点でそれ見ながら行ってきたみたいな顔して喋るよそうやね、うん、また感想なぜか感想動画上げるみたいな、行ってないのに、行ってないのにもう行ってきたかのごとくまた瀬取り見ながら喋りたいと思いますんで、そちらの方も、ね、喋っちゃうっていうね、楽しみにしておいていただきたいと思いますということで本当に大いに盛り上がっていきましょうね。バーリーナップ、ね、直前の、はい、ティーザーを見てみたでございました、はい、皆さんの感想もぜひともねコメント欄に書いておいてください。お願いします。そして高評価のボタンもギュッと押しておいてください。お願いします。あとはチャンネル登録まだという方はぜひともこちらチャンネル登録してください。よろしくお願いします。おかえりお疲れこんばんは、今日もまちこと嫁まちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。